どうもジャムです。はい、ゲームです。はい、皆さん秋田弁の動画を見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回も秋田弁。お、秋田県民にしか伝わらない秋田弁。まあまあ過去にも何個かね、秋田県民にしか伝わらない、うん、まあ秋田弁の動画出しましたけれども、はい、うんうん、今回はちょっとね、ちょっとな動画出します。ちょっとな動画。ちょっとな動画。ジャンゴ TV では初ジャンル。面白そうですね。ちょっとだけ、うん、下ネタ。これでも気づいたべ。気づいてね。ああ。秋田弁。はい、はい、はい、はい。だから今から言うので、あんまりね、子供、お子さんと見てる方はね、ちょっとオフにしていただくか、うん、まあ、ミュートにしていただいて、うん、我々のこの動きでね、動きだけ見てもらって。動きだけ見てもらってって感じなんですけど、はい、発表します。はい。今から下ネタ言います。はい。ガモ。もうやっぱりその通りです。もう、それだと思いました、もう。やっぱ躊躇するような。うん。ガモってこの、画面越しに言うような皆様にお伝えするのはちょっとね、恥ずかしいんですけれども。まあ、秋田県民の人は意味は分かってると思います。で、なんで恥ずかしいんだって思ってる人もいると思います、県外の方。わかりますか皆さん。ガモまず、ガモって使わないっていうか、そもそも普通の日常会話で、うん、秋田県民以外の人出てこないもんね。出てこないね。ガモは出てこないね。だから最近も、ここ数十年で俺聞いた時ね、ガモって。久々にガモって聞いたからちょっと面白い。例えば使い方ね。はい。ガモいで。ガモさんだってよ。あー、スポーツあるよね。そうそう。俺だほら野球やってだったから、ノックとかゲームじゃん。ノックで、ガモに当たるんすよ。どうさだったっす。ガモさだったっす。あと、だから秋田弁で前も紹介したけど、秋田弁は何々子ってこうつける。うん。アメッコとか、ユギッコとかつけるんだけど、うん、ガモにもガモッコってつけたりするよ。ガモッコってつけたりするよ。初めて聞いた。ガモッコいでして。あ、マジで？そう。ガモはガモだったな。発表します。ガモはチッコです。はい。それ大丈夫？ピーいらない？これはまあテロップとかなんとか処理してなんとかしますけども。はい、そうそう。はい、多分ガモってね、多分サムネイルにも俺ガモってやろうと思うけど、多分 YouTube のライセンスには引っかからないとは思うよ。あ、まあそうだね。そう。さすがに YouTube のそのスペシャル AI、スーパー AI でも、いやガモは見抜けないと思うよ。だね。秋田弁一級は持ってないんだから。そう。秋田弁、そう。うん、初段グレーだ。ガモは。前もやったもんな、体の一部。ね、それであえて言わなかったけど、そう。あ、そうだね、確かに。男性の大事な部分。そうですね。そう。ガモ。めちゃくちゃ大事なとこです。ガモとか、ガモっ子。ガモっ子。うん。いつ、どういう感じ？やっぱ、野球とかで球が当たって、うん。ガモ、どうだったのか、ガモとか。ガモさんだったらすいですとかっていうグレーが。ガモさんだったっすって。それがほら、俺たベンチで、バッターの人が自分で自打球で痛ぇってなってるところはあいつガモさだったガモさだったってな、そうそうそう、ガモいでしょ。まあ、あと普通にガモかいいよ。ガモかいガモかいってやってくる。いや、ガモかいい自分で言う、うん、ガモかいは言わねえだ。ガモかいしてって。まあまあそうだよ、ね、男性のふざけてな、ふざけて部分にしか伝わ、うん、使わないからガモっておかしいね。ガモどっからガモってきたの。確かに、わかる、ね、わかんねえよ、うん、何ガモってってまだね。だから、例えば、県外の人が秋田に移住してきて、うん、ね。まあ、ガモって多分、県外の方は、ただの文字じゃん、ガモって。うん、だね。カルガモみたいな。うん、ね。カモみたいな感じで。ああ。ガモって何ですかって聞いたら、もう、アウトよ。うん、ガモここだって言うしかない。秋田県の人さ、ガモって何ですかって聞いたら、うんうん、いや、もう、ダメです。ちょっと恥ずかしい人いっぱいいるんで、ちょっと、それは、気がないようにして、ちょっと検索してみてください。そう。多分出てくるんで。そう。ガモはね、ちょっと危険だよね、秋。うん、ね。秋田県民にしか伝わんないと思うわ。ちょっと怖い。俺だってもあんま聞かねえしな。うん。ガモ、ガモはでもやっぱり、そうだね。50代、40代、ね。60代、ね。やっぱ年配の人はみんなガモって言うな。うん、ガモって言うな。あとあれはどうなんだろうな。ほら、秋田県で、この秋田弁でご紹介しても、うん、岩手とか青森でも使いますよってパターンあるじゃん。ああ、あるね。ガモはどうなんだろうな。青森の人もガモって言いそうな。ガモ言うのかな。ガモって言いそう。ガモ。俺多分なんか青森でガモって聞いてらっしゃる気がする。いや、それは秋田の人いるとかじゃねえのかな。うん、いや、秋田の人、俺とその秋田の子しかいなかった。あ、嘘。うん。じゃあガモって言うのかな。うん、多分ガモって言ってる人いたと思う。わかりませんね。大阪の人のガモの言い方すぎやったけどな。なんて、チンチンって言うんだ。あ、そっか。かわいくね。聞くね。上に上がるんでね。聞く聞く。そうそうそう。チンチン。チンチンって言うんだ。聞くわ、聞く。かわいいよな。かわいいかわいい。うん。多分このイントネーションも多分違うと思うけど。そうそう。まあ、秋田ではガモです。ガモです。はい。
名前、なんかの名称で、これ多分カットするけど、うんうん、フェラガモっていう。ああ、フェラガモ？ブランドじゃないの？ブランドか。ブランドのフェラガモ？多分ブランドだった気する。そうそう。秋田県民が、それ、字面だけ見ると、フェラガモって想像してみ。うん、ちょっと、秋田県的にはもうコンプライアンス NG だよ、フェラガモって。もうアウトです。アウトだよな。フェラガモ使ってる時点で結構アウトで。結構エグいよな。何使ってる？え、フェラガモ。ちょっと。ちょっと、おおってなるよ。お前、フェラガモ使ってるってか、あれ。俺よ、まずいよ。うん、俺よ、まずいよ。俺最近よ、いいブランド知ってよ。フェラガモ使ってるんだ。いや、なります、それは。フェラガモもね、まあこれは多分ほぼほぼ P とかだと思いますけど、はいはい。そう、そんな感じでね、秋田県民にしか伝わらない文字が、ワードがあるんですよ、ね。ガモです。ガモです。ね、皆さん普段あんまガモ言ってないでしょ。ね、使ってください。使ってください。使わない。使ってないでしょ、最近。ガモってどうなんだろうな。テレビとかでガモって言ったらどうなるか。放送倫理的にアウトなのかな、コンプライアンス的に。いや、大丈夫じゃない、ガモって。東京電波で。わかんねえべ、ガモって。あれ今日ほら、あの、やちまえらかんっていうあの、生放送、うん、ラジオ出てくるんだけど、はい、ガモって言ったらどうなるかな、消されるかな。秋田だったら消されるガモな。消されるガモ。ピンって。ピンって一瞬で消される。ピンって。すぐ弾かれるから。ちょっとガモ買いですけど、買いでいいですか。アウトです。ちょっとすいません。ガモ買いでいいですか。アウトです。やがすねーって言われる。確かに。秋田でガモはな、あんま使わねえしな。ガヨーって言われる。そうそう。まあ、保存版的にね、残しておきたかったなっていう。うんうんうん、このガモっていう言葉は、男性の大切な部分ですよ、はい、ガモです。皆さん、覚えておいてください。皆さん、覚えてね、はい、活用できることありましたらね、はい、ぜひ、ご活用ください。ぜひ、県外から秋田に来た時に、ガモ、使ってください。ガモって言うんすか？秋田の人だと大体わかると思う、うん、ガモ。まあ、一個のネタとしても面白いんじゃない？うんうん、県外からこう、なんか転勤で、秋田に来て、いや、なんか、YouTube で、ガモっていうのは、やってらったんですけど、つって、ガモってあれ本当に、男性のここの子言うんですかみたいな。そんな積極的に言うから、ちょっと、ね、ネタとしてね、そういう、まあまあまあ、会話も。そう、会話の、今日はじゃあ、その、会話の一ネタを提供したっていうですね。会話の一ネタです。どういうまとめ？ガモです。終わります。はい、ありがとうございました。